ちょっと何何何あの空中落下モーションになった階段でおいおいおい、ああ一歩歩けばバグじゃん敵でも何でもない。ただめっちゃ敵の車両が道路を通る。うん、これ話すだけならすぐできんねん。これグレネードでも投げてみよう。ほれ、ちょめちゃくちゃ弾裂けるやつ。果てのマークですヘリ飛んでない？ヘリ来た。ヘリ飛んでるよ。落とせ。あ、落とすよ。落とせ。まあいいけど。バイバーイ。バイバイ。ちょっとハテナマーク出てるし。お話ししちゃうよこの人。は。いいよ。フェイスペイント。これはめったに見られない代物だな。すごいピントだ。ああ、そうだ。ドローンのおじさんこと、昨日まで見ることもなかった。つまり、言葉通りだ。この柱たちは昨日までなかった。私はアルバレス・デシャン、スケルの主任研究員の一人だ。ワールド 2.0 にピタゴラスの定理を当てはめたのはこの私だ。この場所をよりリアルに感じさせるのが仕事なんだが、この柱が突然現れた。こんな現象は生まれて初めてだ。とても自然現象とは思えない。お前の仮説は？最初はいたずらか、アウトキャストやセンティネルの仕業かと考えた。が、この辺りを多数のドローンが飛んでいることを考えると、資源の集積所ではないかと思った。しかし、データベースにそのような計画の記録はない。つまり認めたくないが、私にもさっぱりわからない。せっかくだから君も力を貸してくれないか。センティネルの可能性もあるなら調べておく必要がある。どう手を貸せばいい？そうだな、周辺にドローンが多いことを考えると、ドローンの使用が謎を解く鍵になるだろう。特定地点の周囲を旋回しているし、それには理由があるはずだ。しかし私は調査に使えるドローンを持っていないんだ。ドローンの行動を調べてみる。この謎を解き明かそう。ふん、ありがとう。騙されていそうで落ち着かないんだ。ドローンだけの仕業じゃない。この裏にはきっと誰かがいる。はい。おい、ちょっと。捕まえろ。お。え？ちょっと待って。ふざけんな。おい、なんだよ。びっくりした。会話終わるまでスタンバイしてたんかい。スケル、なんかスケルおじさん確保しましたか。あ、スケルおじさんはもう確保済みです。ああ、下ね、それ下ね。オッケーオッケー。ドローン使って柱の先を見る。終わった瞬間だなって。これが急に現れたとか。あ、待って、また車両だ。道路には近づかないでおこう。ほんとにびっくりしょ。この柱、あ？あ？この柱の先を見る、うん、先ってのは先を見る。ベヒモス防衛区域。あれも先を見る。あそこにも柱があるんだけど、でロケーション発見できない。おー、ベヒモスがいる。マジか。無人ドローン。ここはサブレ日本人2人とかにもあったかな。あ、日本人あったあった。あの、なんだ、大五郎と伊藤。なんだっけ、大五郎と春日だ、春日。伊藤春日。
知り合いにね、大五郎って人がいるからね、めちゃくちゃ覚えやすいんだよ、男の方が。大五郎って名前。いるしね。で、柱の先を見るってのは、頑張ってください。つまりは、どういうことだい？はい。ちょっとこれよくわかんないんだけど、なんか見える？他に。何？ドローンのズームを使うと次の柱が見える。まあ目の前に見えてんだけどね、なんか柱は。ただロケーションの発見ができない。この柱自体をズームしろってことなの？まさか。まさか。そんなこと、そんなことない。そんなことない。わけわかめ。あ、まただよ。まただよ。めんどくさいな。どっから来てる？知らん。あった。あ、バレちゃった。やめやめ。もう。あの飛行機落とせないか。あ、落ちた。あ、落ちた。落ちた。あのドローン。何何後ろ。ドローン。あ、ウルブスだ。あれ、ウルブス。あれ。あ、後ろになんかいるな。何。ウルブスこんな弱かったっけ。あの飛行機落としたらこんなもんなんじゃ。ウルブスがやってきたぜ。よし。へえ。あの飛行機めちゃくちゃ柔らかいな。すぐ落ちたね。うん。ウルフズ来てすぐ終わっちゃったけど。こっち、あ、でドローンが壊れた。そっか、邪魔か。早く早く復活してくれ。このミッションの概要がよくわかんないんだけど。現象調査。突然現れた奇妙な柱がドローンの注意を引きつけている。この不可解な現象はセンティネルの仕業である可能性がある。アルバレスは柱の列に沿ってドローンを。でもあいつが倒した方が経験値多くもらえるみたいだけどね。あ、そっちにあったんだ。でもウルブズ来たらもうバチバチに戦って経験値稼ごうぜ的な。なるほどね。あいつら経験値要因か。そう、経験値要因、わざと見つかるっていう。見つかるも何もね、ピンポイントでこっち襲いかかってくるからな。もうね。あ、待って、横に敵いね。待って、これ弾落ちすぎて当たんねえ。このアサルトうんちすぎないか。それちょっと、シャッターよしよしよし。え、ステルスで。ああ、なるほどね。ウルブスをステルスはちょっとあれだな、無理だな。じゃあこの前のあの200プラスのあの暗殺の時のさ、あれ。ああ、そうだね。そういう地域をステルスでできれば相当経験値がもらえるだろうね。クレートがある。なるほど。ちょっとさっき言ってた貫通弾撃てるクラスを解除しよう。いいね。あね、レベルがあまりにも下がるならちょっと考えるけど、早く武器のランクアップをバシバシできるようにしたいから、このスキルの武器方面をどんどんアップグレードさせないといけないし、もっとスキルポイント欲しいわ。ね、ああいうヘリ落とせばいいかな。なんか落とすのに。ああ、一人落ちてった。はい、バイバイ。なんかよ、もう格好の的よ、あのところ飛んでたら。ウルブズじゃん、あれ。え、なんか湧いてきたけど、今。あ、ほんとだ。ていうか、このスナイパーボルトじゃないから、連射できて使いやすい。あ、一人逃げてる。あの距離
やりづら。だ。だ。ほら、よし。よし。あいつ200経験値だな、普通に倒したら。おいしい？きっと。なんか、他のやつなんか150とかそんなんだった気がする、ね。まあまあ、普通の兵士よりかはっていう感じか。あ、情報。なになに？情報。G36C ってハンドガンなんか聞いたことあるな。ハンドガン？あれ？ハンドガン？これハンドガンの名前だっけ？ハンドガンで G っつったら俺グロックなんとかみたいなのわかるけど。ああ、どのこれはどこがハンドガンだよお前。あ、アイコンがハンドガンだったんだ。いや俺もどう考えてもアサルトだと思った。ちょっとバグってるバグってる。そうだね、俺スタックしちゃったんだけど。またかい。おい、乗らんかい。スタックスタック、早く早く早く。あっ、壊さないで。おいスタックした。燃えてる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 。痛い。アホかな、俺スタックして何もできねえよ。待って、俺もスタックした、助けて。あ、お、動いた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 。待って、不快な不快な音が、助けて。どうしたの？帰った。あー、助かった。もうな。乗ってさ、5秒くらいで壊した。いや、まあ、あの、地面に乗り上げてすぐさ、発火する船もどうかと思うけど。いや、まあまあ、確かにそれもどうかとは思うけどさ。船で乗り上げたらダメでしょ。いや、スタックしてるっていうから、あなたを地面に。とりあえず押し付けようかと思ったんですけど。いや、まず助かったけども、船が助かんなかったんで。すぐ壊すのどんな、 なんか飛んでる、あれ何あれ、ドローンだ。いや、なんかケアパキみたいな。本当だ、ドローンが。当たんない。ああ。柱をたどる。今度ここからまた別の柱が見えるんだ、きっと。へえ。どこにある？本当だろうな。探すんだよ。あれじゃね？ん？ああ、あれだ。これ、ヘリ呼びた。割と遠いんだけども。これヘリないといけないじゃない。あれ、この辺ビバークある？さすがにこの辺俺何も解除してないよ。ビバーク、いや、あったと思うんだよね、この辺。あ、ていうか野営地あるわ、すでに一回使った。目的地のすぐ下に強い強い。いや、なんか騒がしいな、この辺。なんだ？あ、なんか、ドローンが。ああ、ビバーク作るんかい。作っちゃったわ、ちょっと反射的に。俺今、見てたのに。敵側を。いや、まあ、アスタルト買わせて。俺もう、ヘリだけ要請しとこう。ショットガン、使いづれって。青炭塗ってる。炭ということながれ、これは。れっきとしたフェイスペイント。フェイスペイント。行くでいい。ちょっと待って、グレポンつけさせて。あれ、この銃ホロサイトつかねえじゃん、まだ。行くでいい。ちょっと、グレポン、グレポン。ういし。乗れない。そこは俺の席で。ノートを聞かれた。なんぼのもんじゃ。なんぼのもんじゃ。こんなところに。あ、ちらほら敵がいる。そう。やっとくか。よいしょっと。え。ん？あ。ここ
もなんかうるさいなと思ったね。待って、柱だ、柱じゃん。回転してないプロペラにぶつかってドローンが壊れるってどういうことだ。その羽超音波でも放ってんじゃねえか、知らんけど。違いねえわ。これくらいの崖登ってくれ。はい、次の、よしよし、ん、次の柱、ああ、俺ドローン壊れてる。しょうがねえな。プラスチック製ドローン。なんだ、ヘリが来たぞ。あ、まだ、ね、撃てバイバーイ。はい、違う。ああ、ひでえやつだ。警戒してるよ、こう。関係ね、警戒してる、関係ね。こっから次はどこだ。まあ、元来た方向に戻るわけがないし、さすがにそれは怒るよ。でドローンは性質上自分より上の方向を向けないからね。ちょっともうハテナ多すぎてちょっともう諦めろ。そう、ハテナまみれなんだよこの辺の地域。全部スキャンしてらんねえよ。いやもうハテナスキャンするついでに柱見つけよう。この妙にめんどくさいこのサイドミッションね。なんかめんどくさいよなこれ。柱どこ、いやそんなとこに飛ばしたってダメでしょ。多分この柱越しに、ん、ああ柱どこ、柱どこ、わかんね。あれは違うんだよな。あ、マジ違う。もっとわかりやすいところに柱立てるよ。こんなことやってたらまたウルブスでも何でもやってくるぞ。南へと続いている。もう思いっきりドローン飛ばしちゃってんだけど、どこですか、どこですかね、どこですかね。それっぽいものが全く伺えませんけど。あった、お、あー、こんなん木にしか見えねえよ。いや、まあ、わかんねえよ、これは。木じゃん、どっからどう思って。あんな。俺、ドローンなしでパッと見じゃさ、もう木にしか見えねえ、あんなの。やってらんねえ。あ、まあ、確かに S 方向だったけど。はぁ、こんだけめんどくさいってことは報酬いいんだろうな。きっとな。めちゃくちゃ地味なミッションだな。マジで敵の拠点行って暴れ回ってる方がもうすごい楽しい。暴れ回るゲームではないさあ、ここからまだ南にあるんだ。んで探せ。また始まるんだよ。どうせまた金になってんだろう。もう分かってるんだよ。じっくり見ないとな、これ。ゆっくりカメラを動かして。ほんとよ。見逃しちゃうわ。ストレス溜まりそう。あ、あった。あれだ。あ、早い。早い。よしよしよし。今回は早い。今回は。ストレスフリーで、今。ストレスフリー。あ、朝日スーパードライ。お、してないしてない。電子力だ。攻撃だ。お、めっちゃ近くにいる。やるい。やべやべやべ。あれ、次の柱を見るぞ。あ、そこクレートに、ん、まあ、ある。ハテナもあるな。何このアウロア島に、ゴースト部隊雑務。完全に雑務というか、もうあのゴーストの世界に存在するスパスタンプラリーみたいな。スタンプラリーそんなことやってるよ今。確かになんかスタンプラリー状態で。おお、 LMG だ。
をひたすら辿ったその先には一体何があるというのかね。で、こっから柱。さあ、ズームしてじっくり探すぞ。南方向だか。まだ南にあるんだ。あれかな。どれよ。違う。どれだよ。こっちの島か。でもね、遠くにあるオブジェクトがなんかちゃんと描画されてないんだよね。ねえ、あんま遠すぎると描画してねえ。やば。見つかる。これやって100万もらえんなら俺喜んでやる気です。マジで見つからん。本当に。え、これやん。え、どれやん。南の方向じゃないじゃん。いいじゃんそれ。な、南の方角に点在していったってだけで最後の場所は違うっていうあれかい。ソリ。はい、そしてあそこはセンティネルの兵士が山ほどいるよ。なるほど。で、センティネルの兵士から情報を聞き出さないといけないから、はい、ステルスじゃ。そっか。ゴーストらしからぬ、ただのめんどくさいですね。ここできっちり敵をね、完全殲滅じゃ、ステルスで。はい、本領発揮で。まあ、なんだが変えたいんだけど変えらんないのかな。ここじゃ高所にいる敵を減らしていきたいところだけど、うん、高所にも複数名の敵が配置されている模様。それから敵のドローンもあり。あるね。こう、ね、言う、おい、お、あぶねえ、ドローンが見つかりかけた。あれ、ノート PC から手に入るって。そうだね。ちょっと、発見の警告音が途切れないんだけど、音バグも多いですな。ちょっと。やめてくれよ。うさばなし。あ、ちょっともう、デンデンデンの音が切れない。やめて。これなりっぱなしかな。多分死んでもね、うん、これ切る様子がないんだよ、ね、心拍数だね。心拍数か、なるほどね。でっか心拍数。心拍数。ちょっと自殺してみよう。ほん。死んでる。治ってない。いや、どうしてくれんだよ。ノーって言われてもな。っていうか、何これ、敵にちょっとバレてんの。ドローンに死体発見されちゃった。なるほど。あ、てめえか。よし。いや、もう多分敵消せばこの不穏な音も消えるでしょ。敵消せばやったるで。もう発見されてんのでは。大丈夫大丈夫、発見された瞬間に倒してるから。いや、敵がいるぞって言ってるけど。大丈夫、まあ、まだ赤になってね。なんでそれ。色で判断されるのか。そうそう、黄色ならセーフだから。まだステルス。しゃがむんじゃねえ。プーフって。俺がやるか。自然死してね。撃ってる。うん、撃ってるよ。自然死があってたまるか。こういう人たちだぞ。そういう人。やべやべ。
やべ、赤が3人になっちゃった。この音消えない。あとどこにいる？あと1人なんかモヤのやつがいるんだよ、どこかわからん。建物の中かもかな。あ、ノーパス発見。はい。あ、ドローンだなこれ。あ、なるほど。はい、オッケー、手がかり。これで新しい情報を手に入れたんだ。解読に科学者の助けが必要だ。はあ、オッケー。で、僕はこの音が、あ、ちょっと空中落下モーションになった階段で。おいおいおい、あ、一歩歩けばバグじゃん。助けて。しゃがんでるよ。あわおとり。いっそ殺してくれ。ちょっと待って、どこだっけ。これか、これだ。てか俺一回全滅しないとこの音バグも治んないかも。全滅しよう。おお、食らった、食らった。はいはい、一回全滅しよう。あ、これ下打ってもダメダメ。待って、そこにインフォメーションあるからそれ聞かせて。あ、はい。どうも。厄介なバグだ。ほら、グレネードを放て。あれ、生きてんじゃん俺。はい。これで治ってくれるかな、オートバグ。なんかバグ率高いよ。あ、治った。よかったよ。よしよし。で、そう、アルバレスに報告に戻るんじゃい。どっかヘリないかな。仕方なく戦死。仕方。ああ、さっきの研究所、敵復活してるし。いや、トラックがこっち来てるわ。あのトラックもらおう。はいはい。頼もう。頼もう。はい、いただき。よいしょっと。上にいる人を下ろしてやってくれ。もうガンナ席の当たり判定。ワープしやがった。よいしょっと。